コニコチャンネル。はーい、今日はお誕生日当日です。だから収録があるんですけど、朝からね本当にバタバタで、この後収録の後生誕ステージもあって、ステージのためにすごいたくさん準備してきたので、すっごくバタバタでどんな感じになるかドキドキしてるんですけど、今日はバタバタなのでもしかしたら動画がね撮れるかどうかちょっと曖昧なんですけれども、頑張ってきたいと思います。では収録行ってきます。着替えました。衣装は私たちが2人で作りまし た, ました実際のイラストと同じように、ここにリベリズって書いてたりとか、ここはねポッケになってたりとか、すっごい可愛くなってるんです。後ろはねこうやってリボンにもなってて、そうすごい細かいところまでね一生懸命ね作りました。作りました。もうこれねできたのがもう今日の朝ぐらいだったんですよ、朝だった ね、もうめっちゃ頑張ってね、初めて衣装をこうやってちゃんと作ったからめっちゃ頑張ったんですけれども、可愛くできたので見てもらえると嬉しいでーす。こちらこそ、それリベリズさんカラーに変えてきました。かわいい、嬉しい、すごいね。あの時ファンの皆さんの勝ち取った作品をもう一度ということで
します。お楽しみに。アニちゃん、ありがとうございます。ニコちゃんはとってもキラキラしたアイドルで、笑顔も素敵で、
いるだけでその場を明るくするような人だったから、もう私から見たら雲の上の人のような存在でした。はい、もう本当に尊敬の眼差しで見てました。そんなニコちゃんと少しずつご飯に行ったり、カラオケに行って一緒に歌ったり、いろんなお話をした時に、私たちの歌の相性がめちゃめちゃ良かったり、仕事に対する考え方とか性格とかいろいろ考えた上で、この人とニコちゃんと一緒に歌っていろいろな活動をしたらきっとすごく楽しいだろうなと私は思っていました。でそんな時にちょうどニコちゃんから一緒に活動しようって誘ってもらえたので、ニコちゃんも私と同じことを思っててくれてたんだなってすごく嬉しくなりました。今回のコラボカフェはこれから活動していく上で楽しいこともたくさんあるだろうし、もちろんうまくいかなかったり悩んだりすることもたくさんあると思います。でもニコちゃんと一緒に乗り越えて、ファンのみんなも巻き込んで、素敵なリベリズを作り上げていきたいです。ニコちゃんは私の尊敬する素敵な自慢の相方です。本当に生まれてきてくれてありがとう。これからもよろしくね。ありがとうございます。はい、今6月11日の朗読劇ステージ終わりました。ありました。もう初めてだったんでね、すごいドキドキしたし、新曲も発表するのも初めてだったからドキドキしたんですけど、みんなすごいあったかくてね、応援してくれたので頑張ることができました。はい、楽しかったね。楽しかったね。